ウォールブレイカーちょっとマジ弱すぎね。これ守れる守れる、これ守れたらマジ笑っちゃうけど。高画質、あ、こわー、高画質見てこれやばない、ちょっとなんかこれ照明の当たり方がすげえさ、今負け組だ、なんでウルトラレア、ウルトラボールブレイカーズ、高画質でお届けするボールブレイカーズの愚痴、皆さんわかりますか。僕ずっと昔からボールブレイカー取れない人集合しようかとか、目がないと取れない人集合しようかとか、そういう集合系やってたのよね、集合系やってた、集合系動画、集合系動画が取れない、これスーパーセルさんからネタつぶし送られました。はい、ね、どういうことか、わかります、ちょっと戻ります戻ります、あ、ピンボケが、あ、戻る、優秀、はい、どういうことか、ウォールブレイカーが新登場、新登場じゃないし、新登場とかどう、でもピンボケ、ピンボケ、ピンボケ、おい、ピンボケ、あ、ピンボケじゃないよ、新登場とかさ、いいんだよ、嬉しいんだよ、嬉しいんだけど、嬉しいんですけど、これさ、皆さんわかりますか、これね、コンティニュー機能が今回ついちゃったの、ちょっと前で言う。コンティニュー機能がついちゃったの。だからいいんだよ。だから取れないさ、人がいるわけよ、僕みたいな。だから僕を救ってくれたんで、スーパーセルっていうさ、会社は。あ、キヨキヨさんね、あ、今回も取れてね、プフフと。あ、今回もメガナイト、あ、この人取れてないんですね。そんなことはないよ。そんな悪い人じゃないよ。スーパーセルさんですよね。本当に。これ本当に。だけど、まあ、言ったら取れない人対策でさ、あ、ちょっとさすがにかわいそうだなと。だから、コンティニュー、100エメラルドをやることで、参拝してしまってももう一回復活できるよって機能がついたわけですよ。それによって、僕のネタが、一つ、なくなったということでございます。だって取れちゃうから、頑張れば。まあ、それがね、言ったら100エメラルドなのか、もちろん無料でいけるのか、ただ、はたまたその1000エメラルド、1万エメラルドかかっちゃうのかわかんないけど、なんか、ゲットできちゃうのよ。だから取れない人集合しようっていうのがさ、もうこれからの動画が、もう、新カード出るってやるよ、やる、だって、ツイッターとかでも、あ、あの動画また出ますね、ヒゲさん。感じで来ちゃってるから。やるんだけど、これ完全に、コンティニューしない人の向けの動画です。完全に。もう取れないから。だって僕は、でも撮っちゃうんだよ。撮っちゃうんだよ。だって、コンティニューしちゃうから。だって僕、エメさ、今、5900個ありますから。59回コンティニューできる。ね。だってもう、本気出せばさ、こっからこう、ゆきちがこうさ、ゆきちがゆきちがドンするわけじゃん。ゆきちがドンするから。頑張れば、だからその、お財布をさ、お財布がこう、軽くなる代わりに、こう、ブロ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 ブレイカーゲットするってことなんだよ。で、今回がさ、今やってくんですけど、一生0敗っす。で、別にコンティニューとかしてないっす。一生したんですけど、ウォールブレイカーちょっとマジ弱すぎね、マジで弱すぎね、弱すぎて、相手に送りつけたけ勝てんじゃねえかっていうところで、今日やっていきたいと思います。はい、行きます。行きたいと思います。ポチ。いや、本当に、これマジで本当に、本当にね、ウォールブレイカーズ相手に渡したら勝ちなんじゃないかと勝手に仮説ありますから。あっ、だってゴーストでシャキンシャキンで倒せますから。うん、だって言ったらこれもでしょ、これもスケルトン部隊で守れるってことでしょ、言ったら。これあっ、僕はクラン名がドズルの年収勝手に公開ロワイヤルっていう名前になってるんですけど、別にやりません、別にやりません。なぜこのクラン名にしたかっていうと、なんか面白いクラン名作る、なんか面白いクラン名にしたい。ちょっとまずい、これ大丈夫大丈夫大丈夫、90今うまかったんじゃない、うまかったんじゃない、ちょっと今このゴーストがうまいのかわかんないけどさ、ちょっと集中しないといけないんだよ、僕さ。最近悪い癖でさ、なんか喋りが楽しくなっちゃって、なんかクラロワ、めっちゃ妻飛んだって、ちょっと今モザイク入れといて、今モザイク入れといて。バッと。これよくある、よくあるさ、よくある、クラロワ珍百景みたいなもんでしょ。それ僕最近本当にトーク楽しくて、忘れちゃうっていう、本当に本当に良くないんですよ、僕。あー、オッケー。待って、うまい勘違いができる、このゲームは。おい、勘違い男、キヨキヨ。勘違い。あ、勘違いだ。ちょっと良くないよ、スーパーセルさん。ドラフトチャレンジ、僕苦手なのに、ね、苦手なんじゃないんじゃないかっていう、そういうさ、そういう都市伝説みたいな、できちゃうじゃん。言ったらさ、待って、来た。これ、守れる。これ、守れたらマジ笑っちゃうけど。うわー、サンコスだよ。待って、皆さん誰も気づいてないと思うんですけど、ウォールブレイカーズ3コスなんですよ、2コスじゃないよ、これ3コスなんですよ。
え、参考せんの？なんか違ったらすげえ恥ずかしいな。いいんじゃないの、キヨキヨさん。キヨキヨさんいいんじゃないの。ロイジャイ持ってたんですか。なんか送りつけたっけ、相手が選択したっけ、ちょっと忘れました。あーでもそのためにバーバリアン取っとけばよかったな。そしたら早おこ早おこ、うーわこれめんどっちいな、これこれね、これスケルトン部隊で早く速攻倒さし申し上げていただきまして、あいいんじゃないいいんじゃない、これ角出しじゃいでしょ。あええプリンス、え待って、え今見た、プリンス一発だったよ今これ。マジで、いやこれはあのさ、取れない人集合しようじゃしようかじゃねえわ、取れた人集合して乾杯しようぜっていう動画じゃないこれね。画質いいな、いや僕下にモニターあるんだけど、ちょっと画質もうベビドラとかもうさ、もうモザイクかかっちゃってるでしょ、それがすごいいいんだよね。なんかこれね、そうちょっと YouTuber の動画見て買っちゃったんだよ、このレンズを。これレンズいくらだったっけ、2万円ぐらいしたのかな。やっぱね、動画作る側だとね、やっぱこういうのこだわっちゃったりするんだよね、若干ね。もう一回書きます、ポジに。ウォールブレイカーズ来ないでほしいゲームだよ、これは。だって相手、もし相手にロイジャイとか、そういう系取られてたら嫌なんで、ちょっと、ケンツさん行っとくか。ケンツさん行っといて、これ ISP でしょ、ISP 一旦強いみたいな。うーわ、これめんどいな、これなんだと思う、どっちだと思う、これ。ファルチェ。ファルチェで行こう。いいのか、ファルチェで。ザッピー、ホバリング、ホバリング。ホバリングが強いの、多分ね。その、多分、やべ、頼む、ウォールブレイカー来んな。おい、初手はない。え、待って、これまさか、アイゴ、まさか、この人さ、アイゴレ、ボンバーズ。あー、やっぱり。いや、これマジで、待って、これ、ファイブで、ワンパンでしょ、ワンパンっていう言葉最近使う、みんな使う、ワンパンって使う、僕、ワンパンって死語かな。ワンパンってさ、ワンパンチの意味だ。多分だよね。ワンパンってワンパンチ使います、皆さん。僕ら死語だったよお前。なんかさ、死語っていうのはそう死んだ言語のあれなんですけど。待って、結構相手ファンキーに攻めてくるね、これ今回。これね、つくんですよ、こう勝つ。おい結構こう今回多分今回さ、結構いい調子じゃん。1試合目勝ったじゃん。多分皆さんね、1試合目見たぐらいでね、皆さん多分コメントしてくれるんですよ。その時にね、俺キヨキヨ最近うまくねみたいなコメントついくのよ。多分ついけてくれんのね。ありがとうございます。でなんだけどね、次の動画で僕がもし結構負けたりするじゃん、僕結構すぐポンって出しちゃうから、負けても出しちゃったりするから、そう出した瞬間に、はいキヨキヨザコイみたいなコメント、全部全員意見変わんのよほんとに。待って、これは本当にもうマジで調子乗り、これだってホバリング砲にターゲットいかないように、そのスケルトンバレル出すはずなのにがやられちゃってる。これ何でこんなのいいの。ああ待って、相手ね、橋前ナイトギャングとかしてくるでしょ。相手結構さ、それが怖いんだよね。ちょっと手が騙し、あれ相手諦めたロワイヤル。待って、今さ朝の5時20分なんですけど、めっちゃ腹減ったわ。よろしく。落ちろわじゃん。ちょ待って、いや敵が落ちたけど、ごめんなさい、視聴者の皆さん、YouTube 止めるじゃん絶対。パン絶対今タスクキルしようとしたでしょ今。今絶対関連動画に上がってたセイキンさんの動画見ようとしたでしょ絶対。セイキンさんのベビーカーミックス買っちゃいましたっていう動画見たでしょ、今クータップしようとしたでしょ。いや絶対そうだ、絶対キヨキヨを裏切ってね、みんなセイキンさんのベビーカーミックス買っちゃった。僕さっき見てたから僕さっき見てたんだよ、ベビーカー。あれセイキンさん、あれ3人子供いたのかなみたいな思っちゃってさ、見るじゃん。そしたらまあ、いやオチ言うね、オチ言ったらそれで YouTuber 潰したな、それ。オチは言わないわ。まあそういう3つ変えたんですよみたいな話があって、見ちゃってた。はい、ということで今日はこちらやってったん。ああ参照か。待ってさ、あーウルトラレア、ナイスウルトラレアね。初回限定報酬って書いてありますけど、別にこれはあれですからね、初回だけだから、初回1回目でコンティニューした人がもらえないとかではないです。はい、今日はやってきたんですけど、これワンチャンいけるんじゃね。ちょっとこれ
あのまた動画にしようと思います。急遽クリアできたのかできなかったのかっていうのをね、ちょっと見せられたなと思いますんで、ぜひ皆さんこちらの顔のボタンからチャンネル登録してね、お待ちいただければなと思います。最新の動画などが見やすくなります。そして、まだですねこちらおすすめ動画見てない方ぜひともこちら、見てみてください。ということでご視聴ありがとうございました。